はい、こんばんは。今日は2019、えーね、年度か。二千十九年度の10月、高三の真剣模試。これはベネッセ寸大記憶模試か。第2回の、高、え、三、ー、に聞かれた問題をやってみます。ごめんなさい。ちょっと喉が悪いんで。えー、数列 AN があり、A1 イコール4。AN たす1たす AN が6と。を満たしていると。また数列 BN があり、初項から第 N 項までの和を SN とすると。SN イコール2の n たす2乗く4か。えー、っと、があるであると。で、1番が a3、a4 を求めようと。また a1、a2、a3 の和。で、a10 までの和を求めようと。で、2番、b1 を求めよう。また、bn を n を用いて表せ。3番、シグマの k が1から 2n までの ak×bk を n を用いて表せ。はい、いってみましょう。結構いい問題ですね。ちょっと考えさせるいい問題ですね。そんな簡単ではないです。まあ、そう一、一部、過去一番は簡単ですけども。 ええと、まずこの a の右辺に持ってきましょうか。an たす1イコールマイナス an たす6と。ええー、と、それで、ええー、と、もう実際に入れましょうか。a1 は4ですね。まあ、問題文に分。問題分じゃあ a2 は、a、n が1の時だから。えっ、ー、と、マイナス4たす6で2。じゃあいいか分。じゃあ a3 は4。a4 が2。a5 が4。答えはここのとこだけですね。a3 と a4。で、数列 an は4、2、4、2、4。 と、えっ、ー、と、4と2が交互に現れるよと。別にこれ一般項出す問題じゃないので、まあ、一般項出してもよかったんだけど。で、よって、A1 から A10 まで足していくと4、4足す2、4足す2、4足す2、これは5組できますね。ということは6、6号30ってことで30と。はい、これが1番です。で次、2番。えー、今度、SN と。SN がこうあるので、まず B1 出しましょうか。B1 っていうのは S1 ですね。えっ、ー、と、じゃあ、えー、B1 が4になります。で、 n が2以上のとき、なんでこんな2以上がいるかっていうと、この s の n 引く1を使うので、えっ、ー、と、2がいりますよね。1入れたらこれ0になっちゃう。s、s0 ってあり得ないので。じゃあ、n が2以上のときは bn っていうのは sn 引く s の n 引く1じゃあ、それぞれこうですね。で、2の n 足す1以になると。じゃあ、これは n が1のときも1入れたら2の2乗4ですね。なんか、b 1っていうのは4合ってる。で、よって、以上より bn は2の n 足す1乗と。 いいですかね、はい続いて3番これが難しくて数列 AN は4242ですよね交互に現れるとでじゃあいきますよこれじゃあ A1B1+,A2B2+,A3B3+ で最後 A2N×B の 2N までとじゃあそれぞれこうなりますねえっ、ー、と A1B1 ねで A2B2A3B3 ってやっていくと 2の4乗足す2の4乗足す2の6乗足す2の6乗えっと足すでこの順番になってくるのでで最後は2の 2n 足す2乗足す2の 2n 足す2乗うまいことこうなっていきますだってえっとここは2の4乗ですねでこれも2の4乗とでこれ2の6乗2の6乗ほは続き書いた方がいいんだけど続き書くとこうなります ということは、2でくくると、えっ、ー、と、こうですね。あ2でくると2、2倍、2倍ってことだから、2でくるとこうなりますよね。で、波線引っ張ったところが、初項が2の4乗、公費が4倍ですね。2の2乗倍、こうやっていくから。で、項数が n ですね。n。なんでかというと、これ n でくる,あ2でくると,、えー、と、2括弧 n たす1だから、ん ?2 括弧 n たす1ですね。で、これは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 二かっこれっていうのは2括弧 n 一乗ですね。でここはえー、と2かっと2括弧つまり二かけ二ですよね。でこれって二かけ三ですね。ということはえっ、ー、とだからこう二はいいんだけどこう二三から始まって n 一までだからということはこれで個数 n 個ですよね。二から始まって n 一までだから。個数 n 個だからこれは個数 n 個ね。の等比数列の和ですよね。 いいですかだから初項2の4乗公比が4だから2の2乗, 2, 乗2の2乗倍で項数が n の等筆列だから公比低い1で初項かっこ公比の項数上低い1ということでこうなります。ということは、えー、とここのところはこの,この2をつければいいのでこうなります 2× これね。ということで解答3分の32かっこ4の n 乗低い1とこれは解答です。 これちょっと難しい問題でしたね、はい。じゃあ以上です。